淡城さんで、グッズ 18.04LTS とリビオオフィスという題で、お願いいたします。よろしくお願いいたします。タイトルは Ubuntu 18.04LTS と LibreOffice ということで、まずはまあどうでもいい話ですけれども、自己紹介から。LibreOffice 日本語チーム、Ubuntu Japanese チームで、大阪に住んでおります。多分この中では、最も家が近いタイプの人間ではなかろうかというふうに思っております。ちなみに病み上がりでですね、先週の土曜日はまさに39度近い熱で倒れておりまして、ようやくこう復活してまいりましたので、お手柔らかによろしくお願いいたします。何をお手柔らかによろしくお願いいたします。そうはよくわかりませんが、まあそんな感じでちょっと胃腸の体調が悪い、なんか変な日本だなので、ビアバッシュにも参加しないで、帰る予定で、ございます。で、これ写ってる写真はなんだっけ、これ先週じゃないな、先月行ってきた、KEK 高エネルギー加速研究機構と のなんだっけ、ベル2っていう、そういう建物です。かっこいいです。そんだけです。で早速、中身の問題に入っていきま、すが、Ubuntu 18.04LTS の概要ということで、もうすでに、リリースされております。Ubuntu のバージョンはこれ18西暦の、2018年の4月にリリースされたので 18.04 という、そういう非常に分かりやすいバージョニングになってます。4月26日、日本時間だと27日の朝8時、UTC だとギリギリ26日という、そういう、タイミングで非常に面白かったです。で、特徴としては5年間サポートされていますという、で、LibreOffice のバージョンは 6.0 ですと。いう話です。まあ若干見にくいかもしれませんが、これ、はい、まさに私が使っているレッツノートのバージョンです。この日のために 18.04 に上げてきましたけれども、何ら問題なく、サクッとアップグレードできて、胸をなで下ろしております。昨日だっけ一昨日だっけみたいな感じだったんで、もし起動しなくなってたら、まあ、えらいことになってました。18.04LTS の新機能ということで、最小インストールという、インストール時のオプションで最小インストールっていうのが選べるようになりました。Ubuntu のデスクトップのインストーラーはパッケージ単位でインストールするんじゃなくて、もうイメージまるっとあるイメージをまるっと固めてるんですね、スタッシュ FS っていう形式で。で、それをインストール、それを、インストールっていうか、ハードウェア、ハードドライブにコピーするという形式で、なんで、最初インストールの場合は、インストールが終わった後に不要なパッケージを削除するという処理が走ります。で、その中に最初インストールを選択すると、LibreOffice も削除されてしまいます。それが、LibreOffice の他にもいっぱい削除されるものもあるんですが、そういうモードです。で、これはちょっと頭に入れておくと後から出てきますと。で、どのくらい削除されるのかというのを見てみると、大体こんな感じ、左側が通常通りにインストールすると、若干見にくいですが、画面2個分ぐらいのアイコンがわーっとあるんですけれども、最初インストールだとこんだけです。まあ、ファイアーボックスとエディターと、あとはインプットメソッドもあるんで、一応日本語の入力を可能ですという、そういう非常にシンプルなモードがつくようになりました。で、続いてフォントの変更、長らく高尾フォントというフォントがデフォルトだったんですが、日本語でですねだったんですが、ノトフォントっていう風になりました。で、これがまたウェイト、要はフォントの太さですね、がいっぱいあって、実は
全部インストールされるわけじゃありません。そこでその、フォンツノと CJK エクストラというのをインストールすると、全ての、ウェイトがインストールされて、使えるようになります。で、フォントのウェイトが多いということは非常に重要な話で、まあ、デザイナーさんとかにとっては、まあ、今更言うまでもなく当たり前の話ではあるんですけれども、例えば、ライターに、太字、ボールド機能っていうものがありますけれども、あれは漢字のような画数の多い文字をボールドにするとフォントが潰れてしまうんですね。ですが、ウェイトがのをたくさん揃っている、フォントを使うと、ここだけポイントで別の太いフォントを使うっていう風にすると、文字が潰れないので、見やすいドキュメントになりますので、たくさんの、ウェイトのあるフォントを使って綺麗な文章を作成してほしいなっていうふうに、思っております。で、まあ、そんな感じでフォントが変わってしまったんで、ライターでもゴシックのフォントになっちゃったんですが、まあ、こんな感じで、設定すると、明朝体のフォントも、選択できるように、選択じゃないや、デフォルトになりますので便利だと思います。で、まあ、個人的な見解としては、まあ、西洋諸言語と日本語で本当使用する本当を分ける意味というのは実はないのではなかろうかというふうに思っているので、西洋諸言語を全く同じ本当の設定にするのが私的にはおすすめです。こんなにサクサク進むと時間が余ってしまう気もしますけれども、まあ Ubuntu には当然LibreOffice もありますという話は先ほどいたしました。でバージョンは 6.0 です。で、まあ Ubuntu は半年に一遍新しいバージョンがリリースされます。 LibreOffice は半年に一遍新しいバージョンがリリースされます。で Ubuntu がリリースされた時点で最新版を採用するというので、まあ、このタイミングだと 6.0 になりますという話で、Ubuntu のサポートが、生きている期間、18.04 だと、まあ、この5年間だから、2023年、なんか2023年って聞くといったいつの話なんだろうって感じを受けてしまうのですが、まあ、その間メジャーバージョンアップはしません。すなわち 6.0 から上がりません。ただしセキュリティの修正は行われますと。で今サポートが生きている、LibreOffice のバージョンをこう Ubuntu のバージョンと比較してみると、まあ、14.04NTS って、まあ、5年サポートなんで来年の9月までですけれども、LibreOffice のバージョンが 4.2.8 というもはやいつのものだったかよく覚えていないような、バージョンが継続して、サポートされているという、まあ、そういう状況になっています。で、まあ、もうちょっと、6.0 を見てみると、まあ、ヘルプのリブレオフィスについてっていうのを見てみると、実はさまざまなことが分かります。例えば、まあ、見えないと思いますけれども、VCL っていう項目があって、これが、Ubuntu バージョンと GTK3 になってますと。まあで、もう一つはこのリリースは、ドキュメントファウンデーションデビアン Ubuntu が提供しましたっていうちょっと 長い、表記になってますが、実はこのあたりが、今後出てくる、キーのポイントだったりしますので、ちょっと意識をしていただければというふうに思います。で、まあ5年間バージョンアップをせずに同じものを使い続けるっていうのはちょっとしんどいのあれねっていうのは、まあ、当然の要求だと思いますので、もっと新しいバージョンのリブレフトを使う場合はどうすればいいのでしょうかというお話が、まあ、ここからややしばらく続きます。で、まあ、最初にパッと思いつくのは、まあ、ドキュメントファンデーションがリリースしているオフィシャルビルドです。まあ、当たり前ですけれども最新バージョンが真っ先に提供されますと。で、
まあ、大変都合のいいことに Ubuntu の LibreOffice とは完全に共存できる状態、別フォルダーにインストールされます。具体的にはスラオットにインストールされるので、共存ができます。ただメニューのアイコンが同じものが並ぶんでちょっと区別がしにくいよっていう話はありますけれども、まあそれはまあさておきという感じで、ただまあ皆様もご存知の通り、まあ LibreOffice のバージョンというのはだいたい月1回新しいバージョンが出ておりますので、手動でアップデートせにはいかんというのが非常に面倒くさいっていう、ただこの面倒くささを、すり抜ける、回避することが違うな、面倒くささをまあ感受することができるのであれば、常に最新バージョンを使えられる、使うことができるというメリットがあります。で、これは、このリリースがザ・ドキュメント・ファウンデーションが提供しましたなっていう、まあ当たり前ですと。で VCL が GTK2 になってるのがちょっと変わってる、まあやっぱり広く使われる、バイナリーなんで、まあ昔の、環境でも動くようにということでやや保守的な、GTK2の VCL を使っているというような形になっているのかなというふうに思っていますが、もういい加減 GTK3 でもいいんじゃないかっていうような気はします。もう GTK4 がどうのこうのっていう話もしているぐらいなので。で、Ubuntu には PPA、 まあ Ubuntu にはってわけじゃないんですけども、まあ PPA っていう仕組みがあります。 PPA っていうのはパーソナルパッケージアーカイブスの略で、まあ要は個人でリポジトリを持ってますというそういう仕組み、そこでLibreOffice のバージョンも、新しいバージョンも配布されている、まあ新しいバージョンだけじゃなくて実は古いバージョンも、配布されているんですが、まあそれはさておき。で、こう、まあ、とにかくまあ個人とかまあチームとかが、用意しているリポジトリなんてもうとにかく数は膨大にあるわけですね。なんで自分で、好きなものを選択してインストールするという形になっています。でこれも、LibreOffice についてを見てみると、Ubuntu のオフィシャルパッケージ、Ubuntu のパッケージになっている、LibreOffice と全く同じです。まあフローとしては一遍この PPA の方にその最新のソースコードをアップロードして、でまあビルドして、まあ問題なければまあボンちゃんのあのアーカイブにアップロードするというような、形式になっていて、ちょっと早く使えますので、このバージョン、これもまあちょっと見にくいですが、バージョン 6.0.4 という、Ubuntu の 18.0 のリポジトリにあるものよりも新しくなっています。でこれのポイントとしては、まあその Ubuntu のパッケージを上書きしてしまうっていうのが、まあ、一つのポイントです。まあそれはまあありやなしや、まあいろいろありますわねという感じで、次に出てくるのが、Ubuntu でまあ最近真面目に、普通に使われるようになってきた Snaps っていう、新しい、パッケージの仕組みです。でこれがいいところが、まあカヌニカルが、開発、まあ、Ubuntu の開発元のカヌニカルが開発しているので Ubuntu で非常に手厚いサポートがあるということです。先ほどは Ubuntu、今生きている Ubuntu のバージョン、まあ、14.04、16.04、17.10、18.04 のこの 4つのバージョンを上げましたけれども、この4つのプラの Ubuntu で全て同じバージョンのスナップパッケージが動作するようになっています。建前上は、あくまでも建前上は動くようになっていますので、そういう Ubuntu のバージョンの差を消したい場合とかには割と便利、まあ、そういう状況が一体どうなるのかって言われるとちょっとよくわからないですが、一応仕組みとしてはそういうものです。で、このスナップの仕組みっていうのはもともとというか、まあ、組み込みなんかで使うのに便利っていうふうな感じで開発されたものなんで、複数バージョンの、同居が可能です。例えば今回だと 6.0.3 と 6.0.4 の2つのバージョンを切り替えて使うこととかができるんで、まあ、要するに何か新しいバージョンに上げた場合ロールバックが非常に簡単にできるというそういうメリットがあると言えます。
であの、まあ、デメリットというか、まあ、メリットというか、まあ、そのあたりの羊の影響もあって、まあ、強力なサンドボックス状、まあ、サンドボックス状というか、まあ、今の言葉だと多分コンテナ状って言った方が通ればいいと思うんですが、まあ、実際コンテナのようなもので動いてるんですけれども、まあ、さ結構あのセキュリティに関して強めの制限があります。まあ、例えば Windows サーバーにはファイルを開けないっていう、まあ、これは Ubuntu とかだと GVFS っていうあの仕組みを使ってやってるんですけども、そのあたりがうまくハンドリングできないっていうか、まあ、セキュリティ上あれをどうやってハンドリングしたらいいのかよくわからないっていうのが多分実態だと思うんですけれども、まあ、そんな感じになってて、まあ、あの Linux を使っていて、まあ、ネットワーク越しにファイルをやり取りするっていうのはまあ割と普通にあるというか、むしろそっちの方が多いんじゃないかっていうことケースも多いと思うんで、そういう場合には使えないとなるとこの形式はちょっと厳しいのかなっていうような気は若干いたします。いいよ、まだまだ、まだまだあります。新しい形式、まあ、フラットバック、これはどちらかといえば、まあ、ここには書いてないんですけれど、どちらかといえばレッドハットが推している形式で、スナップとの、まあ、目指すようなところはまあ大体似たような感じなんですけれども、最大の違いはこのフラットバックっていうのはデスクトップのみっていうことです。まあ、さっきのスナップは組み込み用途っていうのもあるので、でもカーネルからあの18.04 の, あのサーバー版の新しいインストール、サーバー版の新しいインストールは実はスナップで動いたりとか、まあ、いろいろといろんなことに使えるんですが、こいつはデスクトップのみに割り切っている。で 18.04 でも、まあ、使えんことはないけれども、結構この、まあ、スナップも新しいバージョンがガンガンガン上がっていって上がっていって、まあ、フラットバックの方も、まあ、あれほどじゃないんですけれども、まあ、割と高頻度にバージョンアップしていってるんですけども、 Ubuntu でそあのバッチリ追随していくかどうかはちょっと今のところよくわからないのですが、ただここ数日の動きを見てると、ひょっとしたら新しいバージョンにが、使えるようになっていくのかもしれないなというふうな感じで、まあいいかなというふうに思ってまして、これもサンドボックス上で動いてるんですが、まあ、建前上は、建前上はというか、一応その Windows サーバーに、まあ、Windows サーバーというか、まあ、サンバでもいいんですけども、そういうところで、置いてあるファイルも見えるようになっているはずなんですが、昨日試したらうまく動かなかったんで、あれれれっていう感じです。で、まだまだあります。新しいパッケージの形式。次は Vimage っていう形式で、これはまあ、最大の特徴はインストールする必要がありませんっていう、そういう形式で、まあ、だからダウンロードして実行権限さ与えてしまえば、あとはダブルクリックしたら上がってきますっていう、そういう代物です。で、オフィシャルバイナリーをアップイメージ形式に変換してるので、まあ最新バージョンも常に使うことができる。で、これは、まあ、この1個のアイコンで、全部完結できる。だからこれ1個250メガぐらいのファイルになってます。で、まあ、そういう特徴、まあ、そういう特徴なんで、システムとの統合部分が弱いので、まあ、関連付けとかはできません。で、まず最初にこいつをクリックして起動して、それからファイルを読み込んでっていう、まあ、そういう仕様を共用できるのであれば、こんなに便利なものはないぞという感じで、まあ、今回のプレゼン、まあ、この資料ですけれども、まあ、7割ぐらいはこのレッツノートで作ったんですが、残りの3割ぐらいは、Ubuntu 16.04 上のこのアップイメージの、6.0.4、 まさにここにある今表示しているものですけど、ここで作成しました。いいよ。で、まあ、ここで一つお勧めしておきたいのが、この先ほど、まあ、冒頭に紹介した最小インストール、これを選択して、まあ、必要最低限のパッケージだけインストールして、あとは、まあ、好きな形式の LibreOffice なり、まあ、好きな形式の丸々バツバツ、そういう風なのを選択して、
インストールしていただければいいのではないでしょうかというのが、まあこのインストール編のお話ですが、まあ、今回いろいろと思ったのが、まあ、結論として、まあ、みんなLibreOffice をいろんなバイナリーの形式で変換して、まあ、みんなビルドするのが好きなんだなっていうのが、率直な感想です。まあ、といつつ、まあ、私も割とLibreOffice のビルドするのが好きな人なんで、まあ、分かる分かるって感じではあるのですが、で残念ながら参考情報にしかならなくて自分で試すことはできなかったんですけれども、まあ、先ほどにも紹介がありましたけれども、ロールをビルドする際に必要な POCO っていうライブラリー、これはライセンスイシューがあって、長らく古いバージョンのまま、何だっけな、忘れましたけど古いバージョンのままで、そのリポジトリにあるバージョンだとそのロールがビルドできなかったんですが、正確に言うと多分 17.10 からだと思うんですが、POCO のバージョンが新しくなって、LibreOffice ロールのビルドに対応したバージョンになったので、ビルドが楽になったかもしれませんけれども、すいません、先日の、理由により試すことができませんでしたので、どなたか、試してみていただけると嬉しいです。で、まあ、私の話は大体おしまいなんですが、まあ、さらなる情報ということで、ウェブの連載記事がありますので、ぜひとも皆様見てくださいという Ubuntu Weekly レシピの方には私がたまにLibreOffice の話も載ってるんですが、まああまり大きな声では言えないのですが、というか、まあ、大きな声で言ってしまうんですけれども、LibreOffice の記事は正直人気がありません。ちょっとまあ、具体的な数字ではないんですけれども、ランキングを見させていただいた歴代人気記事の、記事を見させて、履歴を見させてもらったことがあるんですけれども、非常に人気がないので、皆さん見ていただけると嬉しいです。特にExcel 2016と Calc の、関数を比較した回が超頑張って書いたんですけれども、もうボコボコでちょっと泣きましたので、見ていただけると嬉しいです。で、まあ、雑誌情報としては今現在、ソフトウェアデザインの、5月号かが本屋さんで発売中ですが、特集さんが Ubuntu 18.04 の、ことを12ページほど書いてありますので、皆様のお買いの際にでもグランフロントにも本屋さんがありますので、ちょっとお買い求めいただければ、私としては非常に嬉しいです。で、まあ、日経 Linux も最近記事書いておりまして、まあ、皆様ご存知、もう皆様ご存知かと思うんですが、最近じゃない、去年からかな、核減反化しまして、2ヶ月に一遍の発売になっております。で、まあ、非常に買いやすくなっておりますので、そちらの方もよろしくお願いいたします。で、来月発売する号は、別冊付録100ページの、特集というか Ubuntu 18.04 特集の別冊がつきますので、皆様お買い求めのほどよろしくお願いいたします。私だけじゃなくて小笠原さんの記事も書いておりますので、非常に面白い記事が書いてありますので、皆様、よろしくお願いいたします。で、イベント情報ですが、来月の9日に、まあ、東京六本木ヒルズのグリーンにて、オフラインミーティングがありますので、まあ、遠方から参加するのはなかなか難しいと思うんですけれども、皆様のタイミングがありましたらご参加いただければというふうに、思っております。まあ、グランフロントも、まあ、ここグランフロントもそうですし、六本木ヒルズもそうなんですけれども、まあ、正直こんな機会でもなければ上に上がることってないじゃないですか。で、こういう機会を生かして、ちょっと
有名な、ところに行くというのも、まあ、それはそれで楽しいのかなというふうに私は実はちょっと思っておりますので、同志の方は行っていただけるといいと思います。ただし諸般の事情にあるのに私が行くかどうかというのは当日まで非公表ということでさせていただいておりますので、そのあたりはちょっとよろしくお願いいたします。なんせちょっと敵が多いもんでいろいろと大変なんですよいやちょっとこれがね冗談じゃないところがねちょっと辛いところなんですけども、で同人誌というのも出しておりまして、まあこんな感じで、出しておりますので、まあ44ページで、18.04 の話とかウグンツ島物のものの話とか、書いたものとか出して非常にいい感じに売れておりますので、皆様よろしかったら、お買い求めのほどよろしくお願いいたしますという感じで、まあ、私の話としては以上でございます。はい、どうも青城さんありがとうございます。皆さんの方が、質問ありますでしょうか。はい、ですね、私ウブンツと先導 OS 使ってるんですけども、そういう Ubuntu の方はそうね、もう6バージョン6になってるのかな、やってるんですけど、先導 OS 使ってるとまだ5のままなんですね。それでいくらその言いますか、このアプリケーションインストーラーっていうのがありますよね。そこから入ってそのチェックしてもその5のままなんですね。それで全然更新からないんですけど、これは、どういうことなんでしょうか。セント OS のリブレックスのバージョンが5なのがなぜですかという話でしょうか。そうですね、まだ 6では使えないのかなということなんですけども、すいません、それは私に聞かれても正直わからないです、ごめんなさい。そういうことってあるんですかね。この基本的に Linux って、まあ、多少このレッドハット系とか、あれありますよね、はい、デビアン系とかね、はい、多少そういう系統はあるにしても、まあ、基本的には同じですよね。それで、このディストリビューションだったら5までしか使えなくて対応しなくて、このディストリビューションでは6もいけるとかね、そういうことってやっぱりあるものなんでしょうか。まあ、ありやなしやと言われたら当然あります。なんでかというと、そういうのを決めるのがディストリビューションの特徴だからですね。どのバージョン を提供するのかっていうのを決めるのが、まあ、Linux ディストリビューターの仕事なんで、まあ、そういうのは当然あると思います。で、まあ、CentOS だとちょっと固めのバージョニングのポリシーなんで、それで多分また新しく出たばっかりの 6.0 はサポートしないっていうのは、まあ、そういう、まあ、価値判断というのはありだと思います。わかりましたよろしいですか。他ありますでしょうか。はい、こちら。どうも、発表ありがとうございます。フラットパックだとか、アップイメージだとか、スナップスだとか、そういうので、自分でビルドしたやつを作りたいということをちょっと考えてはいたんですけれども、そういうのとどこかで参考情報でまとまってはいるんでしょうか。リブレオフィスでそれをやろうっていうのはやめた方がいいと思います。なんでかというと依存関係が大変なんで、えらいことになってるんですよ。依存からとにかく必要なライブラリーが多いんで、なんで例えばスナップで新しい、何か作ってみたいっていう場合はスナップは、あれ私書いたっけな、ちょっと忘れちゃったただそういうシンプルな依存関係があまりないような、まあ私がサンプルとして使ったのはリーパッドみたいなあれ GTK2 アプリですけれども、ほぼあれ GTK のみにしか依存がないんで、そういうのでを参考にチュートリアルを見ながらやってみると割と簡単にできると思います。ただアップイメージはねちょっとまだ違うんで、あれはなんかこうスナップにしろフラットバックにしろビルドのなんか手助けしてくれるヘルパーみたいなのがあるんですね。
でもあのアップイメージは全くないんで、あの自分でシェルスクリプトを頑張って書いて、それでなんかぶっ込んであのイメージを作成するという形式なんで、あのかなりスパルタンなんで、あまり手を出すのは正直お勧めしないなというか、あの茨の道を確保しないとちょっと無理かなっていうそんな感じですが、でもフラットバックも、スナップもそんなことはないので、あのやってみると割と簡単にサクッと動いてわーいっていう気分になると思います。ありがとうございます。はい、あ、続いてお願いします。講演ありがとうございました。あの私は普段の生活であの周りにウーツをノートで動かしているという風景あまり見なくて、今日ちょっと驚いているんですけど、はい、まあ、まあそういう生活をしておりまして、であのこの機会に聞いてみたいのですが、その、まあ、ウーツと、まあリブレオフィスと、まあそれまあ、インターネットそれなりに見るというような用途にの場合に、まあ、必要最低限のノート PC のスペックというのがもしありましたら教えていただきたいんです。どうでしょうね、まあでもコア i 世代だったら割と普通に使えるんじゃないですかね。まあもうコア i が ついた後のでした、はい、まあ少々前のでも大丈夫、はい、あ、まあ、コア2機能とか言われるとまあちょっとね、今あのいろんなものがこうスペックなものを必要としてきている、まあ、例えば、ね、Amazon プライムビデオで何か見たいぜっていう場合になってくるとやっぱりちょっと厳しいとかなっていうような感じにはなってくるんで、まあ、でも後輩世代だったら十分ですし、まあ、もちろん新しいのもあのカーネルも新しいバージョン、まあ、4.15 って、まあ、ちょっと一つ前のバージョンだったりとか、あのあとあの、まあ、今回は話しなかったんですけれども、あの HWE っていう仕組みがあって、あの例えば、18.04.2 っていうバージョンが、まあ、ポイントリリースとしてリリースされるんですけども、これはあの Ubuntu の 18.10 のカーネルと、まあ、グラフィックスタックを持ってきているので、新しいハードウェアに対応できるというそういう仕組みなんですね。なんでかえって、まあ、もちろん古いのでも動きますし、新しいのでも割とサクッと動きますと、そういう感じになっておりますので、あの割と広めにあの選択いただけるんですが、ただもうアトムとか、まあ、最近、セレロとかになってますけど、ああいう SOC が入ってるようなやつだとちょっとブート周りが面倒くさいとかそういうのもありますので、まあ、そういうのを避ければあの割とサクッと動くのではなかろうかというふうに思います。ありがとうございました。続いてあのちょっと質問というか、まあ、参考情報なんですけど、私もあの Ubuntu のユーザーなんですけども、私の場合今のバージョンが 16.04 の LTS なんですけども、これをですね最初使い始めたのは14の LTS の時だったんですけども、それと比べるとちょっとパフォーマンス、スペックはですね、AMD のアスロン2のデュアルコア 2.2GHz です。それで、14の LTS を使っている時と比べると16入れるとちょっとあのパフォーマンス落ちたような気がします。それで、まあ、これアプリケーションをたくさん入れたからいうのもあるのかもわからないんですけども、ちょっと落ちたような気がします。それでそのようなおそらく大体あのインテルのでいうと Core i3 か Core i5 かなのぐらいのスペックだと思うんですけれども、あのこれだと、18.04 の LTS にバージョンアップした場合にはパフォーマンスはどうなると予想されますでしょうか。まあ端的に申し上げますが落ちます。遅くなります。あのユニティよりも今これグノームシェルっていうのになって、そっちの方が処理が重いっていうのがありまして、でもまあでもそのクラスだともうあの頑張ってグッズ使わないで、あのもっと軽いフレーバー、まあ、フレーバーって呼ばれるあの公式派生版がいろいろ出てますので、まあ、あの XFC 採用したズブンズとか、あのそっちの方がまあサクサク動くかもしれないですので、あのそちらの方の採用もご検討いただく、あるいはあの、まあ、ユニティが別に使えなくなったわけじゃないんで、あのユニティを継続して使っていただくとか、まあ、そういう方もまあご検討いただいた方がいいかなというふうに
思います。まあ、基本的に Ubuntu も、まあ、ホストのほか世の中に存在する OS 全てそうですけれども、新しくなったら重くなります。はい、その他ありますでしょうか。はい、なければ、セッションの方はこれで、終わりたいと思います。どうも、しゅうらさん、ありがとうございました。ありがとうございました。